こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今年は例年よりも梅雨入りが遅いそうですが、1週間くらい前に東京も梅雨入りをしましたね。いつもより2週間くらい遅く梅雨入りしたので、梅雨明けも遅くなるんでしょうか。さて、週末の天気があんまり良くないので家で絵を描くことにしました。今回はいつもみたいにスケッチブックに描くのではなくて、1枚の紙に描いてみました。するとなんだか最後にハンコを押してみたくなりました。それで早速家にある消しゴムで消しゴムハンコを作ってみることにしました。 YouTube で作り方を見てみると、デザインカッターを使ってスルスルっと簡単そうに作っていらっしゃったので、簡単にできるんじゃないかなと思ったけど、これがなかなか難しかったです。家にある道具だけで作ろうと思って、道具を探してみると、以前年賀状で作った彫刻刀が押し入れから出てきました。デザインカッターよりも見た感じが立派なので、こっちの方が使えるでしょうと思ったけど、小さな消しゴムを彫るにはちょっと大きすぎました。それから消しゴムってすごく柔らかいので、慣れが必要なのかなと思いました。まずどんなデザインにするのか考えました。そしてトレーシングペーパーがなかったので、クッキングシートに鉛筆で写し取って反対にして消しゴムに押し付けました。この辺は簡単にできたんですよね。そして大きさを整えました。次に彫る部分が分かりやすいように色鉛筆で色をつけました。はい、彫っていきます。手元に朱肉がなかったので、水彩のインディゴレッドを塗って押してみました。こんなに簡単なデザインなのに結構大変でした。そしてこちら、天国のトライアルセットが Amazon に売っていたので買ってみました。天国っていうのは、あの印象を作るために石や木などの素材に文字や図案を彫る技術およびその作品を指すそうです。中にはですね、2種類の刃がついた印刀が1本、石が2本入っています。トレーシングペーパーにすでに金が書いてあるものと彫り方を書いた説明書も入っていました。図案は消しゴムハンコで試作したものと同じにします。トレーシングペーパーに先ほどの図案を移します。石をサンドペーパーで削りました。次にカーボン紙で転写します。それではいよいよ彫っていきます。なんか怪我しそうと思ったら、なんか結構柔らかい石なんですね。ちょっとね、こんな風にどうやってやるんだろうって思いますけどこんな細かい石どうやって彫るのかなって思うけど、私のはこんなでかいこんな大きなのでこんなに苦戦したけど、どうなんだろう、もっと振らなきゃいけないのかな、ちょっとわかんない。ちょっと朱肉を持ってきて押してみたいと思います。はい、というわけで、急に思いついてハンコを作ってみました。スケッチブックに書いていくのもいいですが、たまには1枚の紙にも書いていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。最後にお知らせをさせてください。ネイチャージャーナリングは自然の中で出会った動植物や感じたことを絵や文章、記号を使って記録する活動です。今まで一人でネイチャージャーナリングをしていましたが、この活動を広めたいと思い、ネイチャージャーナル会 in 関東というグループを立ち上げ、仲間を募集しています。毎月一度、東京港野鳥公園でネイチャージャーナル会を開催します。初回は9月7日土曜日です。講師はいませんが、経験者がこれから始める人を励まし、支えていく会にしたいと思います。どの年齢の方でも、初心者でも経験者でも大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。
参加方法については Facebook グループに参加していただくことをお勧めします。アカウントをお持ちでない方は私のノートや Instagram でも告知を行いますので、そちらもご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。